第一交代、第一交代、第一交代、グレートリフトバレー、グレートリフトバレーは、主に、アフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷で、プレート境界の一つである。第一交代の谷は、幅35から1 0 0トル、総延長は7 0 0 0トルに上る。西断層で地面が割れ、落差1 0 0ルを超える急な崖が、随所にある。 競技の第一交代は、エチオピアを南北に走る高原地帯から、ズワイ湖、シャーラ湖、チャモ湖、トゥルカナ湖から、タンザニアへと至る。これは東リフトバレーとも、発見者のエイジン探検家、ジョン・ウォルター・グレゴリーにちなんで、グレゴリー・リフトバレーとも呼ばれる。東リフトバレーは、エチオピアから北に続き、ジブチで、航海とアデン湾に分かれる、アファール三重点を形成し、 航海から、市内半島、赤羽湾、ヨルダン渓谷を通り、陸上の最低点である視界へと連なっている。東リフトバレーには、アフリカ最高峰のキリマンジャロ、アフリカ第二の標高を持つケニア山などの高い山地が、周囲に広がる。また、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジから、タンガニイカ湖へ至る、西リフトバレーがある。西リフトバレーから、マラウイコ、 モザンビークへと抜ける地高体を区別して、ニアサリフトバレーと呼ぶこともある。東リフトバレーと西リフトバレーに挟まれるように、ビクトリア湖があるが、このビクトリア湖の形成は第一高体の隆起が原因と考えられている。約1 0 0 0 0 0から500万年前から第一高体の形成が始まったと考えられている。第一高体の形成は、 地球内部のマントルの対流と関係がある。第一交代周囲は地熱温度が高いことが観測されている。これはマントルの上昇流がこの辺りに存在していることを示している。マントルの上昇流はマントルプルーム、ホットプルームとも呼ばれ、大陸分裂の主要因と考えられている。現に第一交代の北端近くにはホットプルームが地上に現れた形態であるアファールホットスポ、 があることが知られているこのマントル上昇流が全体として、第一交代周囲の近くを押し上げ、さらに近くに当たったマントル上昇流が東西に流れることで、アフリカ大陸東部を東西に分離する力につながっていると考えられている。このため、第一交代では、中央部に巨大な谷、周囲に高い山や火山を見ることができる。今のままでいけば、 数十万数百万年後には大地交代でアフリカ大陸が分裂すると予想されている。アフリカ大陸東部にはインド洋からの湿った空気が流れ込んでくる。しかし、大地交代周囲の高原地帯がこれを遮るため、高原地帯を抜ける風は湿度を失って乾燥した空気を大陸内部に供給する。これにより、 アフリカ大陸北部の砂漠地帯や東アフリカから中央アフリカにかけてのサバナ地帯形成の要因の一つになっていると考えられている。ケニアやタンザニアをはじめ第一交代周辺では人類化石が多数発掘されている。これはこの地域は火山活動による堆積物が大量にあるため化石が残りやすいからだと考えられている。発見される 人類化石の多さから、第一交体は人類生誕の地とも呼ばれる。かつて最古のエンジンとされていたアファールエンジンは、アファールホットスポットのあるアファール地方で発見された化石類である。一方で、第一交体の形成が初期人類、ヒトカの誕生を導いたとする仮説もある。フランスの人類学者、イブ・コパン、コッパンによるこの仮説は、イーストサイドストーリー、 イースと再物語と呼ばれている。アフリカ東部は、元来は、現在のコンゴなど大陸中央部と同様、熱帯性の大森林に覆われた地域であった。しかし、800から1、レ0レレレレレレ前に、第一交代の活動が始まり、その周辺に、高地や山脈を含む、流気帯が形成されたことにより、大西洋側から大陸東部に湿った空気を運んでいた。 赤道西風が遮られると、大一交代の東側は徐々に乾燥して森林が衰退し、やがてサバンナ、草原に変わっていった。森林に住んでいた多くの類人ザルは、この環境の変化に適応できずに絶滅したが、人の祖先は、樹上から地上に降りて、直立二足歩行に移行した。すなわち、乾燥化によって、木と木の間隔が広がったことにより、 木木から木へのの移動をを行行う際ににに地面に降りるるる。必要が生じ、ついに直立に歩行を獲得した、とするものであるこの仮説は、一時は人類の起源についての定説となっていたが、その後の調査で初期エンジンの化石とともに森林に生息する哺乳類の化石が発見されると、エンジンは森の中でも暮らしていたのではないかと考えられるようになった。さらに、 2001年、引き入る国際研究チームによって、第一交代から、はるかに離れた中央アフリカの茶道北部で、トゥーマイエンジン、サヘラントロプスチャデンシス、600から700万年前が発見されたことにより、最初期のエンジンが、アフリカ東部以外の地域にいたことが、明らかになった。こうした、新たな知見により、コパンのサバンナ説は、否定的に、再検証されるようになり、 現在、多くの研究者は否定的な立場をとっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。